西木和郷土史研究会の総会は5月20日、西木和ふれあいセンターで開かれました。会員ら50人が出席し、郷土の歴史に関する見聞を広め、相互の親睦を図っていくことを申し合わせました。発足60周年を記念して、郷土史の語り部育成にも取り組んでいきます。和田博史会長は、1960年代初頭に日本各地で旧石器時代の遺跡が発見され、日本には旧石器時代はないという歴史の通説が覆されたことを紹介しました。錦和にも旧石器時代の遺跡があるのではと調査したところ、長増遺跡から1万数千年前の旧石器時代の石器が発掘された。それを記念して1964年にこの研究会が発足したと歩みを振り返りました。今年度の事業として、こうした先人の功績を後世に伝えるため、郷土史の語り部を育成したいと提案し、地域内および近郊の史跡探訪、地区の総合文化祭への参加、視察研修旅行などとともに採択されました。総会の後、宇部ふるさとコンパニオンの会の脇弥生会長が、宇部軽便鉄道開通110周年に寄せてと題して講演しました。脇会長は、 JR 宇部線の前身である宇部軽便鉄道が宇部発展に大きく寄与した歴史を紹介しました。1910年に山陽線に宇部駅が開設される際、当時の宇部村と江南村が駅名で争いましたが、近くに宇部郵便局があったため宇部駅と命名されたといったエピソードを明かし、来年は宇部から小郡駅間全線開通100周年にあたると指摘して締めくくりました。